こんにちは。今日は、ダイソーさんに、足りないものをリピ買いするものを買ってきましたので紹介します。紹介しますって言ってもリピ買いのものが多いんですけど、とりあえずおすすめ、私この前フォークね、なんかボロくなってもう古いから買い替えたんですけど、100均だからどうなんだろうと思ったけど、意外と錆びずに使えたのがこのフォーク、このフォークですね。ここが4つあるやつでステンのなんですけど、これがねすごく良かったです。で先に2個買って使ってみたんですけど、結構この握りのところがねすごくよくって、なんか使いやすい大きさ、小さすぎず大きすぎず、ちょっとこう果物とか食べるときにいいかなと思ってこれをまた買い足しました。一回行ったときにね、なんかもう売り切れになってました。であったので買いました。あとはその前のときにね、フォーク一緒に買ったときにね、バターナイフもねちょっと買い出そうと思って買ったんですよ。これも100均でどうかなと思ったんですけど、これもすごくなんか、これも握りが、なんかこれ、多分形状が似てるのかな。すごく、100円にしては良かったです。なので、まあ、おすすめかな。です。それと、リピ買いのものがほとんどなんですけど、サプリメント、DHA、プラス EPA。これと、あと、ブルーベリーと、あと、コンドロイチンかなんか飲んでるんですけど、とりあえずなくなったので2つ買っときました。あとは車のねゴミ箱、車をね3年前ぐらいに買い替えたんですけど、前の車の時のゴミ箱のままで買い足してなかったんですよ。そしたらきちっとはまるものがなくって、いつもこう転げちゃってたんですけど、これドリンクホルダーのところに入るらしいので、まあちっちゃいですけど、ちょっとしたものはちょっとしたゴミも入れられるかなと思ってこれ買い足しました。これとあと普通にお部屋の消臭ビーズ、詰め替え石鹸の香り、まああんまりきつくない香りのものでね、向こうでもいいんですけど、ちょっと石鹸の香りのするやつ、これいつも使ってるんでこれ買いました。これとあとは、私平気でねダイソーとかでね普通に化粧品も買っちゃうんですけど、アイライナー、黒いやつ、この目のところにピッてやるやつですね。これまあ肌が多分どれ使っても荒れないのでいいやと思って、いつも100円ですけど、全然100円で、私これ全部ほとんど100円でやってるんですけど、まあ荒れないので愛用させてもらってます。はい、次は虫除けの吊るすやつですね。普通にね何百円とかで高いの売ってますけど、全然これでもね大丈夫かなと思ってこれよく使うんですけど、なんかオレンジの香りとラベンダーの香りがあったと思うんですけど、今回はちょっとラベンダーにしてみました。ベランダに吊り下げたりとか玄関のところにやったりとかしてるんですけど、一応キープをもう一個買い足しました。はい。あと最後になるんですけど、これは洗えるスリッパですね。ちょっとね来客があったりとか足りない時とか、ちょっとお泊りに来た時にちょっともうスリッパが古くなってるんで、ちょっと予備として買っておこうかなと思って、これ洗えるし気持ちいいかなと思って、なんか100円の割には結構ね生地がすごくタオル地になってていいかなと思って、まあダメになっても100円なんでね、消耗品と思って買いました。はい、以上になります。やたらとね100均で買い物するかなって感じですけど、まあ100円でダメなものはね次もうちょっと高いもの買ったらいいかなと思うんでっていう感じで言ってます。以上になります。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。